方が自分にフィットするやり方っていうのをまだまだ確立できてない子が多いのかなっていう、まあ、そこが本校で今考えないといけない課題なのかなって思っているんですけれども、先生方とか授業とか見ている雰囲気見ていただいて、そのあたりどういうふうに感じますか？一つはやはり個別最適学習が定着できるかどうか、これが命運を分けるような気がしますね。で、私は1日ですね、数回全ての授業を外から見て回ってるんですけど、生徒の授業に取り組む姿勢は極めて真面目だし、また笑い声が聞こえてくるんですね。で、先生方の授業のですね、展開の仕方も強弱をつけてバランス良い指導されているから、生徒の取り組む姿勢、メンタルな動き、まあ、そういったものを十分に把握して指導されているから、非常にいい、ね、雰囲気で進んでるなと思います。ただ問題は戦略的かつ、ね、計画的にアダプティブラーニング、つまり個別最適学習を定着させる動きができるかどうかだと思いますね。校長先生は、まあ、授業外からいつも見てくださっているので、私たちも通られてるなっていうのはよくわかるんですけども先生方は実際、まあ、本校で授業していただいて、そのあたり生徒の様子とかどんなふうにお感じいただいてますか？私たちがやってる授業っていうのは、本人たちがこう取りたいと言って取ってくれてる講座なので、すごくやる気がある、意欲があるんですよね。その上素直さがあるので、だから同じような問題形式をこう、先週やったよね、じゃあ今週どれくらいできるかまたやってみようねみたいな形式を揃えてでやらせていくと、なんか根拠を持って解けるようになった、楽しいとかね、だからこう解けるようになる、できるようになる、楽しい、今度はこんな問題持ってきてほしいみたいに、こうどんどん盛り上がっていくのがもう見てて楽しいですね。はい、私の授業の場合はリフレクションカードって言って、今日何が一番心に残ったとか、今日の発見とかいうのを書いてもらってるんですけど、でそこにももう本当にきっちり書いてくるんですね、自分の気持ちを。他の学校ってそうじゃないんですよ、ここすごいんですよ、本当にそう思います。はい、先生リフレクションカードっていうのは、それは毎回取られてるんですか？毎回取ってます。はい、で生徒はどんなことを書くんでしょう？例えばなんですけど、はい、会話文や文法問題を何題も解いてとても楽しくて英語がもっと好きになりました、うん、長文読解もやりたいです、こんな感じなんですよ。はい、それ全員分先生毎回見ていただいてるんですね。帰りの電車の中で、はい、楽しく見させてもらってます。まあ、本校学園としても、未来型リーダーシップの女性を育てていくというのを学園の目標にしてまして、その中で、3C という目標があります。コミュニケーション、コンシダレーション、コミットメント、こういうことを目標に、まあ、頑張っていってるんですけれども、まあ、こういう女性を育てていくっていう中で、まあ、校長先生どういうところが我々大切にしていかないといけないんでしょうね、うん、生徒の寄り添う、もうこの一言ですね、はい、ですから千差万別、人によって個性も違う、環境も違うけども、生徒の成長を支えるのがもし教師がその一分担うならば、どれだけやっぱりこう伴走できるかじゃないですかね。伴走して、子どもの一人一人の、まあ、性格や、あるいはその、時々に応じたメンタルな状況を十分に把握して、でやっぱりこう表面だけではなくて内面のつながりをですねしっかりつけること、これがですねその 3C につながっていくんじゃないのかなと思いますよ。で 3C の基本もやっぱり授業の中にあって、それどうやって思考力、判断力、表現力につなげていくか、ここが今後の鍵だと思いますね。思考力、判断力、表現力っていうのはやっぱり今後の、まあ、校長先生もおっしゃっていただいたみたいに鍵だと思うんですが、そのあたり先生方の授業で何か心がけられてることとかっていうのはありますか？ただ単に答え合ってたじゃなくて、自分でどう考えてその答えにたどり着いたのかっていうことと、他の選択肢をいかに消していくか、うん、ちょうど校長先生 のブログ拝見したら選択肢の識別っていうのを書いていらっしゃって、そういうところまできちっとそのできるか、もうざっくり合ってた、間違ってた、ふわってなりがちな部分があるので、そういうのをもう結構私しつこく
ちま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 多分生徒たちはしんどいなと思ってるかもしれないんですけど、どこがおかしい、どこが正しい、うん、そういうのをやっぱり実践的にやって、そして発言してもらうっていうのがまず一番身近なところで考えて発言する、表現するっていうところにつながっていくのかなとは思ってます。まあ、今、まあ、世の中で探究型学習っていうのがすごく重要だというふうに言われていると思うんですけれども、まあ、私たちとしては探究っていうのはその探究の時間だけでやるものではなくて、その授業の中でそういうような探究的な授業がどんどんできるようになっていけばいいなっていうふうに思っているんですが、まあ、校長先生、このあたり探究型っていうのはどういうものが理想になっているんですか？いや、もうおっしゃる通りで、全ての科目の中に探究はあるんですね。で、正解がない問いに対して納得解とか最適解を求めるのが探究というならば、今の新しい指導要領で、また共通テスト、また大学のですね、特色入試等を含めてかなり問題の設問改革が行われてきました。だから教科の中でその探究ということをやっぱり追求することが必要なのかということと、それは探究的な総合の時間ですか、総合的探究の時間ですか、その中でもやってみるというさまざまな分野でね、その探究活動をするということが大事かなと思います。はい、ありがとうございます。探究型ってなるとこう失敗する回数が多くなるんですよね。その失敗をすること怖くないで、トライをすることが大事なんだっていう、その場の力みたいな、そういうのを徹底していきたいなって思ってます。本校、やはり先ほどから出てるような真面目な生徒が多いので、ぜひとも、生徒に、の力が伸びるように、我々も頑張っていきたいと思いますし、生徒の進路指導満足度 100% 目指して、頑張っていきたいと思ってます。得意って思ってる生徒をもっとより伸ばせるように、あとちょっとくすぶってる中間層、惜しい、もっといろいろやり方が分かればもっと開花できるのに、伸ばしていけるのにっていう、その層 の生徒さんたちにも働きかけて、より底上げに力添えできたらいいかなと。はい、ありがとうございます。こういった熱い先生が香港にたくさんいるんですね。で、山手の強みっていうのは育てる学校なんですね。聞いてください、確実育てますんで、中高6カ年、高校3カ年通じまして必ず育てて、そして本人のですね、興味関心のある最も来たいところに進路指導できるようにですね、全力で頑張りますので、どうぞですね、本校来ていただきますようによろしくお願いします。ありがとうございました。自分一人で英語を勉強して成績を上げることが難しいなと感じていたときに、英語のアドバンスト講習のプレ授業を受けてすごく分かりやすいなと思ったので受講しました。また経験豊富な予備校の先生に塾に行かなくても放課後に学校で教えてもらえるというところにも魅力を感じたので受講してみることにしました。スケジュール帳や iPad を活用してトゥードゥーリストを作成したり、勉強計画を立て、また振り返りもすることで、部活動をしながらも限られた時間を有効活用して、模試や定期考査に向けて学習に取り組んできました。塾に行かなくても学校でプロの先生からレベルの高い授業を受けられることがすごく貴重な経験だと思い受講しました。普段は部活もしながらなので、宿題や小テストの勉強など必要最低限のことをやるようにしています。テスト期間は部活が自主練になるので、そこでテストに向けた勉強を集中的にするようにしています。実際に先生の授業を受けてみて、とても明るく楽しい授業に してくださっているので、放課後に疲れている時でも前向きな気持ちで楽しく授業に取り組めていると思います。今回は初めて授業を受けたので、最初は戸惑うこともあったんですけど、甲賀先生のすごく明るく言葉巧みにこっちを学習する意欲をかきたててくれるような授業で、とても良かったです。